のほやほや無職新婚夫婦ということで、ちょっと久しぶりにお家から動画を撮ってるわけなんですけども、すごいいろんな動画が今結構すごい勢いで、はい、そうですね、眠ってたかぶしょこチャンネルが動き出したんですけども、はい、ちょうどもう2週間ぐらい前かな、うん、2週間ぐらい前にですね、私たちの結婚式というね、はい、まあその結婚式的なイベントをやるために、まあ、沖縄の離島に行ったりして、うん、そこでいろんな撮影をしてて、その動画がちょいちょい今上がってるんですね。まあ、京都行ったりとかいろんなのが上がってるんですけども、その時に、まあ、そのザマミンっていう島に、はい、島に行ったんですけども、その帰りに那覇に寄って、那覇、うん、でちょっと那覇ちょっと不意打ちすぎてびっくりした、はい、本当にびっくりした。那覇に行ってまいりました。はい、那覇に来まして、はい、でそこの、まあ、ホテルって、まあ、そのね、なんかあの水着のドッキリとかももう上がってはいるんですけども、はい、ちょっとそこ時系列はちょっとね前後するんですけど、あのそのホテルとか、あとしょうごちゃんがいろんな美味しいご飯食べてる動画とか、はい、それちょっと詰め合わせたやつが詰め込み系動画、 Vlog 系Vlog でもないぐらい Vlog っていうところで、あー、まあなんか徐々にいろんな形にねしていけたらいいなと思うんですけど、ちょっと今回あんまりそのつながりがなかったんで、ちょっと今回このオープニングで、はい、を通してまとめてみました。はい、っていう感じなんで、はい、じゃあ VTR 行くやつまた大丈夫、いや、僕は自信ないですけど、ちゃんと沖縄系だから、那覇系だから、なるほど、じゃあせーので、はい、じゃあ、はい、せーの、ハイサイ、ハイサイも考えた。すごい、お広、かわいい、めっちゃ新しいね、すごい広いね、すごい新しい、綺麗、琉球のお菓子にやってる。すごーい。すごい。また見て。なになに？ベッドが。うん。あ、ベッドの話？ベッドが風呂から透け取ります。透けバス。うぅ。エチバス。あー。なんか沖縄って感じ。え、本当に？めちゃめちゃ街じゃん。沖縄って感じで、ほら。もう国際通りの近くだから、うん、こんなもんか、ね、さすがに海とかはないか、ないね、すごい、沖縄だね、沖縄なんだこれ、沖縄って感じする、本当に、うん、する、本当に、うん、渋谷のラブホ街じゃないねえ、どうぞどうぞ、はい、こちらです。すごくないこれ、豪華ドレッサーもあって、うん、なんかもう石だよ、石、石だよ、石です、石です。あー、すっげー、すっげー、ここトイレ、うん、ここトイレ、こんな大丈夫、これ音とか漏れない、こんな大丈夫。こんなちょっと透けてるね、うん、上も透けてるし、すごいね、朝ごはんも、うん、今テレビ画面で選ぶんだったね、時間を、ここの部屋で食べる、いいね、部屋で食べれるっていうのに、ちょっといいですか、ダイブを、じゃあ恒例のカブのダイブまで3、2、1、9、おおお、ああ、カン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 、どう、固めでした、おお、いいね、本当にいいベッド、硬いからね、私も寝たい、おお、カン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 、やります、やりますの、うん、やりますの、もうふにゃふにゃで、もうこのまま行ったらもう寝れちゃうよ、このままじゃ私は眠りにつきます、寝れる、おやすみ、三品車から覗いてるって。今日の朝ごはんはこちら。どうぞ。ただん。
ドドン開けて、ドドン。すごい。めっちゃ豪華。すごい。その部屋にこんなにセッティングしてくれて。ね。すごいよ。何これ。沖縄のまた海ぶどうあるね。本当だ、海ぶどうとか。島豆腐とか。うん、島豆腐。うん。島豆腐いうのあるの。豆腐。へえ、沖縄っぽい。豪華ですね。豪華です。いただきます。いただきます。召し上がれ。リンゴジュース。あ、リンゴなんだこれ。うん。あ、これドレッシングもなんか柑橘系ドレッシングって言ってたよ。どれ？これ。あ、それドレッシング。あ、これドレッシング。こうやってね。で、蓋取る？これ。蓋取った？蓋取ってもいい。素敵ですやん。素敵すぎますやん。寝起きですやん。めっちゃ寝起きですやん。あなたの方がとろろすごい美味しそうだよ。食べたい。とろろご飯。ほら、とろろろ。なるほど。とろろろとオクラと。部屋に運んできてくれるって新しいよね。ね、いいね。デリバリー朝食。うん。では、いただきたいと思います。きれいだ。近い。きれいだ。一番高い。あなたの好きなタコスを切りました。あ、すごいね。あれがなんだっけ、このアボカド、アボカド、ワカモレ、ワカモレ、それそれと夕日に、夕日を見ながらのカブタコス。全然やってくれなんやねん、タクミツタッツとこんな感じだよ。じゃじゃん、ゴムブドウ、チャンプルー。ほうれん草の味も確かに炒めてはないんじゃない。まずく。はい。ゴムブドウ。お願いします。うん。美味しいんだ。うん。味が効いてます。モス。炙り牛寿司と海乗ってますよ。乗ってますよ。カバの好きな乗ってますよ。乗ってますよ。で、こちらがセール寿司。じゃじゃん。ミルフィーユ。あぐー。あぐー。いきます。うん。うん。すごいね。綺麗に。綺麗に。ミルフィーユセイロもして美味しそう。これは火を入れるそうです。豚三昧していきます。うん、噛めば噛むほどおギュッて脂がいい感じ、肉汁がね、はあ、溢れてきて、はあ、旨味すごい。あぐーの旨味すごいよ。超あぐーだってね。なんかもモッシング、なんかちょっといつも古い。すごいね、なんか全然豚でも違くない。すごい。なるほど。めっちゃ美味しいよ。三軒目です。わあ。やばいね、三軒目。沖縄そば。あ、美味しい。麺が今までで一番細麺。お。美味しいよ。
さ、3軒目だけどさ、全然なんか仕事できる系だよ。だよ。はい、ということで、はい、まあ結構ね、とびとびでいろんなシーンがあったと思うんですけど、はい、非常に楽しい、沖縄をね、過ごしたんですけど、やっぱ GoTo っていうのはでかいね。ね、はい、GoTo で、はい、結構クーポンでお土産買えたりとかしてね。クーポンも買えたし、まあ、宿が安くなってるってのもありますし、ね、琉球グラスを購入しました。そうね、買っててね、そんな写真とかもインスタに上がってるんで、ぜひね、インスタの方をフォローしていただきまして、はい、っていう感じでございます。お願いします。はい、次はどこ行こうね。沖縄行って京都行ったわけでしょ。ハワイ。あ、ハワイでもちょっとあの解禁されたっぽいんで、うん、11月頭から、ね、ハワイに行くのは、うん、なんかその PCR とか受けて行けて、ただ帰ってきたら、うんうん、2週間拘束される。あ、あの、じゃあ拘束っていうか、じゃあうどん行く。え、うどん県なんで急にハワイからあ、じゃあ2週間頑張ろうかとかじゃなくて、もうそこをすぐ捨てて、うん、うどん食べたいと。うどんツアーみたいな。なるほど。いろんな食べ食い倒れみたいな。なるほど。もういいかな。検討したいと思います。どこ行きたいの？札幌行きたいね。おー、逆に寒い方行くんだ。あ、そっか、札幌か、寒いか。そう、寒いかなと思ってちょっと下の方行って言ってみた。あ、あ、福岡もいいね。いいですね。まあそんな感じで。はい、どうして、あ、金沢もいいね。もう一回誰も言ってない。あ、金沢誰も言ってないです。金沢は。ないね。はい、そんな感じで、はい、ね、ちょっと動画頑張っていきたいと思うので、明日からもよろしくお願いします。